はい、しめじです。仮面ライダートランス&ヒーローズ、今日もやっていきたいと思います。3日間連続のですね、星5確定11連ガシャの2日目になります。なんとかですね、ストームコインも無事残り104枚というところまで持ってきていますので、2日目3日目と回していけることが確定いたしましたね。もう課金しちゃえよみたいなねコメントもありましたけどもね、まあ、一応ね、課金ってしたことないんですよ、人生において。はい、なので課金の仕方がよくわからないんですけども、どこまで課金したらいいのみたいなね、それがわかんないんで、どこまでやればスムーズにいくのかっていうのもわからないんで、まあ一応ね、無課金を貫いてどこまでできるのかみたいなね感じもやっていこうかなと思います。まあイライラさせるとは思いますけども、ご容赦ください。では2日目のガシャやっていきましょう。前回ですね、一応見てみましょうか。はい、初順位、はい、前回ですね、この DRA 仮面ライダーアギとシャイニングフォームと、この同じく DRA 仮面ライダーデオンチャークライマックスフォームの2体の星5が来ました。まだ全然触ってないです。進化もレベルアップも特訓も何もしていません。眺めて楽しんでいるだけでございます。なかなかね、今回だけでも、まあ、星5が確定で3体来ると、まあ、1日目で2体来ちゃったんで、来ちゃったんでって言い方は悪いですね、来ていただいたので、まあ、結局4体になるので、なかなかね、覚醒素材、進化素材っていうのも難しいですよね。頑張ってやっていきたいと思います。では行きましょう。はい、それではサクサクやっていきましょう。11連ガシャ星5ユニット1体確定2日目ですね。ではストームコイン50個消費して11回ガシャルやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ガシャります。はいはい、お願いいたします。お、金色だ。昨日金色に光ってなかったんだけどね。これが確定の1個っていうことですね。はい、どうぞ。どちら様でしょうか。ほほー、なるほど。まあ、ここが長いとね、モザイク入れますので鬱陶しいんでね、ここはサクサクいきましょう。まあ左上が星5のユニットの様、ユニットの様って何ですか、ユニット様ですね。はい、いきましょう。こちらドン、仮面ライダー新1号星3ですね。はい、ありがとうございます。これは持ってますね、ニューがついてないもんね。なるほど。そしたらまあ合成違うな、最初の頃新1号の星3っていっぱい来て、もう完全に限界突破させているんだ。あ、そうか、じゃあいらない子なの。はい、ジョナ大学科学者本郷武史がショッカーによってバッタの能力を移植された改造人間、改造、脳改造直前に恩師である緑川博士に助けられ、人類の自由のためにショッカーと戦う。ここからライダーの歴史は始まったわけですね。はい、 IQ600 でしたっけ、本郷さん、ありがとうございます。はい、行きましょう。サクリとね。では次です。こちら、はい、仮面ライダーダブルヒートメタルですね。お前の罪を数える。はい、これは新しいんだね。ダブルの派生形態っていっぱいあるんでね、これ持ってたんじゃないのみたいな感じになりますけども、はい、ヒートとメタルのメモリで変身するダブルの形態の一つ。メタルシャフトに炎の力を加えて戦う必殺技のマキシマムドライブはメタルブランディング。メタルブランディング、はい、わかりました。ボイス行くぜ。かっこいいね、翔太郎、渋いね。はい、まあ、ダブルに関してはいろいろ喋ってますので、ヒートメタルもなかなか珍しい組み合わせですよね。はい、ありがとうございます。次行きましょう。こちらドン、はい、星3仮面ライダー電王クライマックスフォームですね。星5の超電王、超クライマックスフォームが来たところですけども、こちらも持ってました。で、何回か限界突破もさせたんでね、一応まあ組み込んで合成させていきたいなと思います。携帯電話型アイテムケータロスの力によって、はいはいはいという感じですね。ボイスターズパンチみたいなね。はい、星さんの中ではどうなんだろうな、強いのかな。まあいっか。はい、ありがとうございますね。この辺はまあいろいろ被ってきてますのでね、サクサクサクリといきましょう。はい、こちらどうぞ。は
はい、仮面ライダークウガ、タイタンフォーム、サムズアップ。ガードだ。多分これガードじゃないやつで持ってたと思うんですけども、ガードは初めて。ね。大地を司るクウガの戦闘形態の一つ。攻撃力と防御力に特化し、白兵戦に長けたフォームである。切り裂くものを手にすることで専用武器、タイタンソードを作り出し、タイタンソードによる斬撃技、カラミティタイタンが必殺技となる。ね。トライチェイサーのなんかハンドルの部分をバッと抜いてね、タイタンソードに変えて、誰だっけな、目、ギーガギーですね、イカの怪人を倒すんですよね。こう、あの、炭を投げつけてくるんじゃない、炭を吐いて、それが爆発しちゃうんですよね、付着すると。なので、普通のマイティとかでは勝てなかったので、もっと硬い体がいるみたいなんでね、タイタンフォームに変身して、ゆっくり歩いて、で、切るみたいなね。ちゃんと、こう、めちゃくちゃ防御力があるんだけども、ゆっくりしか歩けないっていうのがいいですよね。ロボライダーみたいな。全然違うかな。はい。ありがとうございます。クウガタイタンフォーム。では、次。はい、どうぞ。仮面ライダーデルタ。デルタは初めて。ありがとうございます。ねえ、ロング。そっかそっか。はい。キャラクター紹介。デルタフォンにキーワードを音声入力し、変身ベルトのデルタドライバーにセットして変身する。主な装着者は三原修司君。デジタルビデオ型のデバイス、デルタムーバーから目標をポイントし、キックを放つ。ルシファーズハンマーが必殺技。ルシファーズハンマーって言うんだ。かっこいい。かっこいいよね。デルタ、まあ、その、ファイズのね、お話的に、三原くんの活躍の場もあったかなっていうとパッと思い浮かばないんですけど、私が忘れてるだけかもしれないんですけども、ね、555の人だっけ、三原さんに変身してた役者さんって、わかんないな、ね、微妙なんですよね。まあデルタはかっこいいんですよ、すっごくこのデザインかっこいいな。デルタムーバーっておもちゃあの実際におもちゃの方は触ってないんですけども、なんか音声認識なんですかね、認識はしないのか、なんか喋ってそれに反応して起動するみたいな感じなのかな。一回触ってみたかったです、デルタムーバーね。デルタムーバーと響きの音劇棒のあのおもちゃは今となると遊びたいなと思いますね。なぜ買わなかったんだろう。はい、どうでもいい話ですけどね。はい、ね、デルタ、まあいっか、うん、でもすごいデザインはかっこいいと思います。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、どーん。仮面ライダーオーズシャウターコンボ、こちらも何回も何回も来ていただいています。いりますね。はい、そうですね、シャウター、シャッシャシャウターですね。ありがとうございます。さくりと行きましょう。よいしょ、こちらなでしこ、初めて、宇宙来たのとこですね。あ、でも星さんか。ロング。ね、なんかこう、今度の冬の映画の、フォーゼの新しい映画限定ライダーは、仮面ライダー、なでしこですみたいなね、バレを聞いたときは、はぁってなりましたね。ふざけるのも大概にせよと、当時は思いましたけどね。ねえ、だってあのサッカーで一応まあなでしこジャパンっていうのがね、こう話題になってた時だったから多分乗っかったんですけど、なでしこってだね、思いますよね。あの出来云々、あの内容の云々じゃなくて、なでしこってってみんな思いましたよね。ね、でもまああの良かったですね。源ちゃんが恋しちゃってね、なでしこにね、人間じゃないんだけど彼は なんか彼女はなんか人間じゃないんだ、なんとか生命体なんだみたいなのをね、健吾が言うわけです。違う、そんな関係ないみたいなね、俺は好きなんだ。で最後にエンディングのところでなんかお別れを言って、あれディレクターズカット版だけなのかな、あの街でね、なでしこそっくり の女子高生の女の子を見つけて、源ちゃんがファッと振り返ってふんみたいになって、そこであの仮面ライダー部の仲間がウェイみたいな言うっていうシーンがあった気がするんですよ。僕妄想ですかね、あったような気がする。ディレクターズカット版だけだったかな。でもあれは本当に坂本監督があの辺からね入ってきて、フォーゼから
あれかな、テレビシリーズでガンガン取り出したんでしょうか。でもアクションも良かったですよね。せっかくのスイッチをいっぱい使ってくれてね、見応えのあるアクションになっておりましたが、キャラクター紹介、空から天の川学園高校に落ちてきた三崎なでしこが、なでしこドライバーを装着して変身する。必殺技は敵の背後から横蹴りを放つなでしこキックがある。初めて知りました、なでしこキック。はい、源ちゃんの真似をして変身する感じが可愛らしかったですね。でスロットが確か2個だけなんですよね、スイッチが入るところが。うんね、はい、まあ可愛らしかったです。変身するあの女の子もとっても可愛くて、あの子誰だっけ、ねえ、なんだっけ、忘れました。なんかアイドルの、え、モームス、すいません、ちょっと疎くて。うん、でもとても可愛らしい。あ、そうだそうだ、機動警察パトレーバーの実写の泉のあきらの役もやってましたよね。あれすごい面白かったし可愛かったです。はい、ぜひ見てない方は機動警察パトレーバー実写見てみてください。うん、はい、全然関係ないジャンルなんで、ね、すいません。はい、でも面白かったなパトレーバー。はい、行きましょう。ではでは次です。はい、こちら星4仮面ライダー王者、イライラさせんな、ね、イライラすんだよ、なぜだなぜだなぜだ言って撃たれちゃうっていうね。この間も言いましたね。いやーかっこいい王者、このキックのポーズはなんかわーいってなってますけど、なんかこう、あの挟みながらね、手じゃない足をバタバタさせながらキックするんですよね。多分コブラの蛇がこう噛む感じを表現してるのかなと思うんですけど、読んでみましょうか。凶悪な殺人犯の朝倉剛が変身する仮面ライダー史上最強のライダー。確かに全てのことに苛立ちを感じており、暴力を振るうことで苛立ちを解消する。戦いそのものを楽しむ傾向があり、戦い続けることを願いとしている。ね、今こんなキャラ出せないですよね、朝の8時から。いやすごいな、凶悪犯罪者ですもんね。そういう設定だけじゃなくて実際に凶悪でしたもんね、かなりね。お子様には見せられないって今だったら言われちゃうような。だって映画でパムのお姉ちゃんも殺してますもんね、実際ね。こう女の人をハッハッハッって言いながら追いかけて殺してるもんね、すごいよね。でまあ一応初登場はまあレストランでね、立てこもって人質取ってみたいな。んとか実際の弟も、そうだそうだ、弟さんをね、レイコさんが弟さん見つけたわよって言って会いに行って、で会いたかったぜみたいなふりしてパクリと食べさせちゃうんですよね、ミラーモンスターに。レイコさんは何が起こったのみたいな言ってた気がする。そうそう、なかなか凶悪ですよね、確かに ね。でインペラー出てきた回とか面白かったですけどね、北岡さんに紹介状を書いてもらって、お願いしますみたいなのでね、王者のとこに行ってイライラさせるなつって、あれあったな、楽しかったな。はい、とアタックがドゥームズデイがこのキックか、そうですよね、そうだっけ。範囲内に敵にアタック 430%、 サポートが自分の前にいるユニットの自爆ダメージをマイナス 60%。 そうなんだ、前にいるユニットを自爆させちゃいそうなキャラですけどね、ガイの時みたいにね、前にいるユニットを盾にして生き残るみたいなサポート、謎のサポート技だったら面白くて一応入れますね。はいはい、ありがとうございます。仮面ライダー王者朝倉様が来ていただけました。はい、でこちらどうぞ。仮面ライダー X 星3、やっぱりここの左下の枠は星3なんですよね、なぜだなぜだ。はい、 X も何回も来てますね、改造具ということでありがとうございます。もうそろそろもう限界突破も終わってるんじゃないでしょうかね、 X。 はい、ではでは今回はですね、星4が今のところ王者だけってことですかね。星3率高いですね今回はね。ただゴースト勢がいません今のところね。
ね、いつも常連のゴースト勢や、ブドウアームズさんもいらっしゃってませんね。珍しいですね。はい、じゃあ右上ですね。左上の星5を残して右上行きましょう。今回じゃない、前回はここが星5だったんですよ。今回はいかがでしょうか。どうぞ。はい、そんなことなかったです。星4、仮面ライダーオズサゴーズコンボですね。持ってるんですね、これね。ニューついてないや。そっかそっか。じゃあ合成だな。はい。テクニカル、これ、俺からの選別です。なんでそんなんあったっけ？これ、俺からの選別です。そんな話あったっけ？わかんない。信長のやつで、映画で、自分のバイトして稼いだお金を公園で配ってるっていう謎の状態だったわけですね。あれね、多分キャラクターが固まってなかったんですよね、あの頃はね、エイジ君の。で、自分のね、あのひなちゃんと一緒に結婚式場のなんかのバイトをして稼いだお金を公園に行って不労者みたいな、働かない人たちみたいな人たちに配るっていう謎のね、あ、なんだこりゃと思いましたけど、いい人みたいなのをアピールするのももうちょっとやり方あるんじゃないかみたいなね。はい、すいません。はい、サイゴリラゾウのメダルを使って変身する重力系コンボ、重力により敵を引き寄せて両手パンチを叩き込むサゴーゾインパクトが得意技ね。この腕と足が膨らんだような重力系のデザインが好きですっていう話を前回、前々回、前々回ぐらいにしましたね。はい、かっこいいよね。でもね、やっぱりこう複眼の話またするけど、複眼があった方がいいよね。これはなんだろう、古い考えなのかな、どうなんだろう、どうなんですか皆さん。やっぱりこう主役キャラぐらいは複眼があった方が嬉しいんですよ。まあ響きとかもあるけど、このなんていうかな、この単一系のさ、色のさ、赤とか緑とかさ、青とかさあるけど、こういう丸い複眼があってのいろんなデザインでやっぱりライダーって感じがするんですよ、古い考え方の人なんでね。まあいっか、すいません、ありがとうございます。さあゴーゾー、はい、ありがとうございます。ではではですね、今回の、まあ、星3いっぱい来て、星4が王者とさゴーゾーの被りで、2体ということですね。でここが星5です。まあ、星5のユニットは一体どちら様がいらしてくれているんでしょうか。いきます。はい、どうぞ。ドーン、昭和からいらっしゃいました DRA 仮面ライダー V3 ありがとうございます。 V3 が来ましたね。かくギュンギュン光ってる、これかっこいいよね。いや DRA か、見ないといけないな、ドラマチックライダーアクションをね。はい、 V3 切りまみ反転キック、範囲内の敵にアタック 600%、ますます力が湧いてきやがった。消費量2で20秒間自分のアタックを 40% プラス、ディフェンドも 40% プラス。おいおいおい、毒にならない。ヒットポイントが 10% 以下になると一度だけヒットポイント 80% 回復。素晴らしい。ファーストにセットするとショートタイプのアタックがプラス 20%。 なるほどね。はい、どうなんでしょうね、強いんでしょうか。超技で使っていきたいんですけどね。はい、ボイス、いいですね。 V3 の力と技いかがかな。いいですね。仮面ライダー V3、 はい、いいですね。 V3、 ね、多分 V3 って最初の頃って V3 って言ってるんですよ。 V3 って言ってないんだけど、だんだんね、宮内さんが乗ってきちゃってね、 V3 って言ってますけど、はい。風見四郎が変身する1号の技と2号の力を受け継いだ力と技の仮面ライダー、体内に26の秘密を持っている。両親と妹をデストロンに殺され、自身も重傷を負うが、1号と2号によって改造手術を受け V3 として蘇った。仮面ライダー V3 かっこいいな。トンボだったかな、トンボですよねこれね、モチーフは一応昆虫モチーフですね。ダブルタイフーン、いやーかっこいいな。強いのかな、育ててみる、どうなんでしょうか。はい、わかりません。でもありがとうございます。ではこんな感じですね。はい、まあ、一応新しいの、完全に新しいのとしては、まあ、デルタ、なでしこ、王者、そして星5 V3 かな。
あとはまあ大体かぶってきてますね。はい、はい、ではこんな感じですね。まあサクサクっとね短くまとめられたんじゃないですか。かなり素晴らしいですね。ダラ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 喋ってね、前後編に分けたりとかそういうわけわからないことはもうしませんよ。はい、サクリと引いてね、サクリと喋ってありがとうございますの気持ちでお別れをすると、こういう形を取っていきたいと思います。はい、意味わかんないですねということですいません。はい、星5のユニットも増えてきてね、まあ進化させたり強くさせたりで組み合わせ考えてチーム編成作ってやっていきたいと思います。まだ3日目が残っちゃりますのでね、あと1体星5来てくれることになっております。予定としてまたこちらも引いていくのを一応動画上げさせていただきますので、まあダラダラっとした動画になると思いますけども、またご視聴していただけるとこれ幸い。はい、ありがとうございました。しめじでした。バイバーイ。